ファンキーレゲエの、ダビッドさん、中学英語進めてます。次は何でしょう。次は、まあ質問ですね、疑問文。Have you ever、 この ever はよく使うんですね。 Have you ever been to 大阪？ ever はなんかまあなんていうかな、今までにみたいな感じでいいのか、うん、今まで大阪行ったことあるみたいな。そうですね。で、これはまあ Have you ever been to 何々をそのまま覚えてもいいんですね。うん、どこか行ったことある、うん、Have you ever been to 九州、うん。でも実は Have you been to 大阪もう大丈夫ですね。 ever をつけても、つける、うん、ただつけた方が今までに1回も、ね、みたいな、うん、今まで行ったことあるってことね、うん、Have you ever been to 大阪、うん、で次は gone と been の違うんですね。そうですね、一番上で、うん、Have you ever gone to 大阪っていう間違いもよく聞きますけど、これは間違いですね、うん、Have you ever gone to 大阪、go, went, gone、 go の3つ目なんで when、gone と思っちゃうんですけど、うん、gone だと行ったまんまになっちゃうんですよね、うん、なので、ね、次の文章ちょっとおかしいです、うんうん、例えば、Has she gone to Hawaii? この意味は行ったことあるじゃないんですよね、うん、彼女は、うん、ハワイに行きました、あ、行っちゃった、行っちゃった、うん、そう、行っちゃった、もう行っちゃった、うん、みたいな。なんか例えばハワイでワーホリ行くんだみたいなね、ワーホリ行くんですみたいな子がいて、ハシーゴンツハワイ、もうハワイ行っちゃったのなんのかさ、うん、そうですね。で、次、下の Has she been to Hawaii? 行ったことありますか？こっちは行ったことありますね、うん、じゃあ上の Has she gone to Hawaii? これ今 She は彼女はどこにいるかというと、うん、どこに？ハワイですよね。ハワイ、うん、上はハワイにいるんですよね、今ね。Has she gone to Hawaii? あ、でも質問だから No, not yet とか、まあ、まだ行ってない、もう、うん、もう大丈夫ですね、うん、でもおそらく、She has gone to Hawaii だと、うん、行ってるっていうことですね。Has she been to Hawaii は彼女行ったことあるので、今多分日本に持ってきてる状態でしょうね、うん、そうです。行ったことあるか、been ですね、うんうん、確かにクエスチョンなんで、ね、確かにまだ行ってないこともありえるけど、うん、まあ行ってたとすると、うん、行ったことあると、はい、上は行っちゃって、うん、下は行ったことある、うん、で最後の Have you ever tried sushi?、うん、tried、 これは日本語でもトライしたことあるみたいな感じでいいんですよね、うん、食べたことあるみたいな、うん、トライしたことあるみたいな。まあ、Have you ever eaten sushi? もう大丈夫ですけど、うん、まあ、try はよく使いますね。Have you ever tried sushi? とか、うん、Have you ever tried 納豆、うん、Have you ever… まあ、デビットは全部あるか。なんかありますか？食べたことないもの。食べたことないもの？うん、try したこと。Have you ever tried、馬刺し？馬刺し？ No。 馬刺しは九州だとちょっと熊本で有名ですね。九州に行ったら絶対食べてみたいんですけど、うん、あーホースミーツ No、うん、Not yet。 しかもローですからね。ローホースミーツ、ね、危なさそうです。まあでも多分ちょっと大丈夫かな、あと当たるかもしれない。大丈夫、ね、大丈夫です。大丈夫、大丈夫、多分あんまりいっぱい食べないんだからね。とか Have you ever tried フグ？ No、not yet。 いっぱいありますね。 Have you ever tried、うん、何がかな、なんか北の方ではもっとなんか変わった食べ物とかも聞きますからね。僕もなんかあの虫みたいなやつ、あ、それはなんか食べたくないし、あんまり食べたくないです。あと沖縄の料理とかもね、変わったもんいっぱいある。耳が、知ってますね、耳が、うん、Have you ever tried 耳が、耳がこう豚の耳。あれじゃ犬が食べてるんじゃないですか。いやいや、結構コリコリして美味しいですよ。そう、僕も1回ぐらいしかないけど。じゃあこの沖縄料理って耳が食べましょう。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。